はい、今日もあなたと百姓天国、本日は8月24木曜日ですね。はい、ということで今ね、人参の種まきが終わりましたね。国石田君お疲れ様ね。まだもう一回今度はほうれん草ありますけどもね。さあ、人参の発芽をあげるね、裏技、それは何ですか？鎮圧です、今ねこうやって踏んでもらってるのは分かりますかね。ずっとちょっと60メートルあるのでね、奥の方で今研修生にああやってねちま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 踏んでもらっているんです。それが踏み終わった後がこんな感じです。分かりますかね。こうやってねちょっと荒いですけど踏み方がね、こうやって今こうやってね、今1、2、3、4列目ですよね。だからこうやって踏んでいくんです。こうやってちま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 ね。はい、これで種まきした後ね、こうやって今白いとこ見えてますけど、おい、まったくボンクラだよね。見てください、今ね、今から怒ります、研修生を。何のためにやってんのかね、本当にね。わかります、今から俺が何を怒るかわかりますか。この白い種が見えちゃってるってことは踏み荒らしてるんだよ、鎮圧じゃなくてね。こっち来てごらん。はい、ああ、すいません。そういうこと、わかった？何のためにやってんだよ、はい、ね、だから鎮圧するっていうのはね、種を、君がこれやってんのはせっかく撒いた種をな、株間7センチで撒いてるわけよ。踏み荒らしてるだけじゃん、はい、どうすんだよこれを、はい、な、はい、何をやってるの。俺たちは野菜を作ってんだよ、はい、お前がやってんのはなんだよ。せっかく俺が株間7センチで撒いた種を踏み荒らしてんじゃん。見てごらんこの白いの、はい、何のためにやってんの、はい、俺が言ったのは鎮圧なんだよ。ってことはね、はい、君がやってんのをこうやってすり足にして土をこうやって巻き上げてんだよ。そうじゃないだろ、はい、上からこうやって押さえていれば物理的に種が見えることなんかないだろ、はい、種を端切り巻いてそこに土がかぶってるわけじゃ。だから俺がやった1列目2列目見てごらんよ、わ、はい、かる、はい、きれいに鎮圧されてるだろ、はい、お前こんなこともできないのかよ、恥ずかしいと思わないのお前、はい、あれここ浮いてますだってよ皆さん、えらい口答えするでしょうちの研修生ね、だからね、こうやって見たらさ、あ、そっか、ちょっと組み荒らしてるんだなって。だから、はい、見てさ、白いとこができてきちゃダメじゃん、わ、はい、かるよね、はい、うん、はい、じゃあやってください、はい、まあね、俺が一生懸命やってもね、あの低たらくですわ。それは6年やって飯が食えないってことはこういうことなんですよね。だからこれをやれって言われたらやってるだけなんですよ。何のためにやってるんだろうね。そういうこと考えれば、あ、白い種が出てきてっちゃってる、それはいけないんだ、だったらね、百姓農園さんの園主さんが鎮圧しれって言ったらこのやり方が違うってね、俺も付きっきりでこうやってねやってるわけにはいかないでしょ。まあしかしね、これが皆さんボンクラってやつですね。やれって言われたらやってるだけね。結果的に種をこうやってね踏み荒らしてたら何の意味もないじゃんね。でああやって口答えするわけでしょ首にしますか本当にね、食っていけるかどうかって一生懸命こうやってね教えて面倒見てるんですけどね、ああやってね口答えもするしね、6年やって自分がプロになれなかったっていうことがね、なんでわかんないのかね。まあいいけど、彼の人生なのでね、はあ、10年前なら今その場で首にしたかもしれないです口答えした段階でね、ね、はい、ということでね、こんな感じでね、こうやって鎮圧していけばね、発芽はぐっと上がります。これでね、今日あの水まきはしませんけれども、完成しませんけど、これでね多少水分があるので、これでね発芽率はぐっと上がりますね。へー、ね、皆さん仕事ってね、あの分かると思うんですけど、やりゃやれって言われたことをやってるだけね。種をまき散らそうが何しようが何も気にしないね。
俺たちは野菜を作ってるんですね。作業をこなしてるわけじゃないんですね。鎮圧をしてるっていうのはどういうことなのか、種を外に撒き散らすことをお願いしてるわけじゃないわけですよね、僕はね。だから上から見てて、あ、種が白いのが見えるのはいけないんだっていうことにずっとやってて気づかないわけですよね。だからこういうふうにやると必ず僕がお願いしたら全てチェックしなきゃいけない。しかもやってる作業途中でね、僕は他の作業をしたいけどね、彼が本当にちゃんとやってくれるかどうかのチェックをしなきゃいけないわけです、私がね。はい、任せることができないね。だからいつまでたったってアマチュアなんですよ。ね、見てください、これ俺はここに撒いてるのにこんなところに種があるということはね、適当に 足でさ踏み散らかしてるだけなんですよ。だから何のためにこれをやってるのかっていうことが全く分かってないよな。はい、皆さん、これがボンクラってことですね。皆さん、こういうことないように、うちの子はね、ボンクラ研修生みたいにならないように皆さんしっかりね、いろんなところで研修されてもね、ちゃんとその演習さんの言うことを聞いてね、はい、従ってちゃんと頑張って勉強してくださいね。今日は これで8月かね。彼はここにうちに来てね、1年ちょっとに、ようやく1年も2ヶ月か3ヶ月ぐらいか、2年、これでね2年目に入ってるわけですよ。1年やってもこんなことすらできないんですよね。わかります？だから完全な実力社会なんですね。はい、ということでね、研修生引き続き募集しておりますね。懇切丁寧に教えますね。優秀な人があと2人入ってきたら自動的に彼をクビにできますから。はい、優秀な人、別に普通の人でいいんですよ、普通の人を募集しておりますね。よろしくお願いいたしますよ。はい、ということでね、さあ私は何をやらなきゃいけないか、ちょっと今からほうれん草の種をまかなきゃいけないですよ。まあなんかもうね、いろいろ頭にきてるんでね、もう。まあでもね、そんなもんですね。素人なんていうのはそんなもんなんですね。でも仕事はね、結果が全てですからね。野菜ができなければ意味がないですね。さあ、ほうれん草の種はこちらにありますね。ほうれん草はね、こうやって水につけてね、だいたい最低でも3日か4日乾水してから種をまくと発芽率は上がります。そしてなおかつ種をまいて、ああやってね、鎮圧ね、踏みしてくれれば、さらに、発芽率は上がります。そんなに乾水はね、少なくてもいいかもしれない。ああやってね、ちょこちょこああやって踏んで、ペンギン歩きでね、踏んでもらえれば発芽率は上がります。だからほうれん草なんかもそうですね。この時期カラカラに乾いてるとほうれん草もね、発芽上がらないでしょ。だからほうれん草も鎮圧してもらって、乾水してなおかつ鎮圧すれば大体8割9割出ると思いますね。はい、ということで、疲れましたな。以上です。はいはい、それではまた。